歴史系はキングダムでしょ。最近ネタバレ食らってクソ前だけど、そう、キングダムやっぱクソおもろい。やっぱ天才やね。いや、100話に、あ、アニメ映画なんだっけ色は認める永遠の集合体やばすぎる。死んじゃうよみんな。え、永遠の集合体やばすぎるやろ恐怖症が爆発するみんな。ああメイドインアビスな、俺な、あんまりキャラクターさ、なんかキャラクターがやっぱどうしても違和感がな家持ち事件おもろ教科書によ、もうそうやった、クソ俺マジで。これ、あ、ゴールデンカムイも超良かった。でもあれって歴史なの？あれって歴史かあれ？あれはなんかフィクションの部分が強すぎるイメージあるけどな。ね、いっぱいみんな知ってていいよな。まあ、アイヌの男は歴史やけど、別に史実になんか基づいてるかって言われると、それはそれでそのアイヌを題材にはしとうけどさ。しとうけど、オバロならめちゃくちゃ見とうよ。あ、でも俺新しいの見てないな。見る時間なくて見れてないわ。日本のアニメ見るの分かる。マジで最高。ラブコメ全然見ないな。ラブコメ全然見ないわ。映画も。アビスはカーブ。なんかアビス俺なんか、そのやっぱちっちゃい子が出てるとあんまり見れんかも。感情移入できんっていうかなんか。いや、恋愛嫌いっていうか、さ、なんかフィクションならもうちょっと、なんか飛び抜けたのみたい。か、もう、ゆるい日常か。ああいうゆるい日常って意外と起きてないけんね。やっぱフィクションはフィクションなりのものを見たいっちゃうね。だから恋愛なんか別にいい。もう。わざわざフィクションで狙んでいい。そう。ご飯めちゃくちゃ食べとる。え、今痩せてない痩せてない。多分髪上に上げまくっとうけど。ドラゴンヘッド知らないな。慶応は見てないな。ヘルドックスって俺小説読んだけどな。違うのかな。ゴールデンカムイの囚人全員そうです。そうなん？面白い。マジか。そうなん。なんだや、ダンダダンはラブコメなん。あれのことラブコメってよ。日常ね、おもろいね。わかるわかる。ボッチザロックは見てない。結局でも評判すげえ良かったよな。ボッチザロックおもれえ、みたいな話を聞いたけど。全く漫画に、そうなんや、面白いぜ。おすすめよ。普段どんな飯が、俺、ウーバーイーターやけん、めっちゃウーバーイーター頼む。今期何見てんの？もう地獄楽と呪術だけかな。俺アニメ最近マジ見る時間なくて見れてない。どっちかっていうと漫画の方が、うん、九条の大戦も前回読んでる。なんかこれ、テンスラ全然刺さらんかったな。あれ、なんでなんやろ？テンスラ俺4回ぐらい挑戦しちゃっちゃう。4回ぐらい挑戦して、リムルテンペストになりましたーってとこで、毎回挫折しと。あれ、なんなんやろ？アンダー忍者、これアニメ化。で、次、アンダー忍者、アニメ化決定？マジで？超いいじゃん。さっきその話してたぞ、今。なんか、女忍者クソおもろくないっていう話してたわ。あ、3話ぐらいまで思うな。だからか。だからちょうど3話ぐらいまでで止まってるわ。リムルテンペストで。王様ランキング最高。俺、王様ランキング1話のオープニングでボロ泣きした。まだ本編見てないのに。あれ、なやったちょろ。疲れとったんかな、マジで。良すぎだろ。あの本編すら見てないのに、なんかすげえ泣いたわ、あれ見ながら。なんか知らんやつ頑張れ。いや、良すぎるって。あれはオープニング良すぎたって。キングヌー天才、大好き俺。疲れそうだろ。王様ランキングはダメだわ、あれは。もうダメ。王様ランキングダメ。あ、曲マジでいいよ。すげえ好きだわ。モブサイコも終わり方決めた。そうなんや。俺でもね、最近読んだ中やったらもうやっぱアジンが一番終わり方綺麗やったけどな。なんかアジン俺かなり終わり方好きやったの。いや、アーニャはいいよ。最高よ。もうアジンの終わりがすっごい好きやった。よかったー、あれ。多分ネタバレになるけん言わんけど、やっぱ最後まで佐藤っていうキャラを貫い取った作者がすごいと思った。佐藤って絶対佐藤ってこうなんよなっていうのわかる。もう絶対こうって。読者が思い描く佐藤と作者が最後まで書き切った佐藤がぴったり重なっとってよかった。めっちゃ綺麗な終わり方。やっぱ佐藤はこうじゃん！もう一回読もう。そう。やっぱこうじゃねえと！と思って、あ、天才だった。めちゃくちゃ好き。本当に。握手しよう。よかったよな。いや、マジ、アジンは見た方が、もう最後までブレなかった。美しかったな。意外とああいう展開ってないからな。やっぱ最終回に向けてちょっとずつさ、想像するキャラってずれたりするやん。
あんなずれんかったの久しぶりやったけどな。おえちゃんもこの前アジン扱った。マジか。おえちゃんとその話よ。アジンの話。え、アジンマジで面白いけん読んだ方がいい。あとデザインも超良かったしね。アジンの実写も成功して、え、そうなんや。実写見てないわ。確かにな。やっぱ終わり方って難しいからな。週末のワルキューレなんかガンガン読んでるよ。ガンガン読んでる。週末のワルキューレの人が同時に回答さ、新群青うんたらかんたら戦記って本を読みな。めちゃくちゃおもろい。あと魔女大戦。あれはすげえそっくりだけど。まあ魔女大戦は別にどっちでもいいんやけど、あの、新群青うんたらかんたらは今同時に回答よ。そう。同時に回答、全く同じ漫画。そう。全く同じ。あの手の漫画って何本あってもいいけん。おもろい。普通に。あの作者今全く同じ展開の作品を同時に2つ回答っちゃうけど、クソおもろいけん。いい。別に。全く問題ない。内田さんまだ、なんだっけな。新群青戦記だっけな。なんだ、確かそう。アホガールだね、アスガールみたいな。アウトの謎で、もうアウトとバウンサー、もう本当に好き。もう絵がマジで良すぎる。あ、もう絵が大好き。悪人描かせたピカイチだろ。マジで。え、アウトとバウンサー、本当呼んでほしいわ。あの作者が俺、今、悪役描くの一番うまいと思っておっちゃうけど、悪いやつ描かせたら、あの人右に出らんぞ、誰も。めっちゃいい。物語はもう最高。もう誰も止められねえ。マジで最高すぎる。バウンサーおもろいよな。俺もどっちかっていうとバウンサー派やね。バウンサーめちゃくちゃ面白い。新軍上戦、あ、ジャンプにあんのか。もう読みない読みない。負けたら懐かしいな。ユーフォニアムは、ん？二次創作見るから。ユーフォニア、響けってやつ。で、バウンサーめっちゃおもろいよね。そう、でも続きがなかなか出らんちゃう。そうなんですよ。早く書いてもらっていいですか？大変なのわかるんですけど。あのさ、主人公行きだし英語しゃべる。そんなんやったっけ？忘れたわ。俺もう、あれもう、ほとんど絵が好きで見てるわ。やっぱ、鹿の剣も読んでる。めっちゃ面白いよな。あの人じゃ実在する人間っていうのがすごいわ。衝撃。いけすぎだろ。今の私、騒ぎしてたっけ？なんか全然進まんイメージあるんよ。薬屋の独り言みたいなやつ。ホーリーランド。ガチ侍もの。ガチ侍もの。チルランとかってこと？チルランいいぞ、綺麗で。新選組。それこそ、週末のワルキューレとコラボしてるから、週末のワルキューレに沖田が出てくるやん。あの沖田はチルランの沖田。びっくりした、俺。と思って。沖田が同じ顔で出てくる。なんだ、野毛のらはもう、かつてすべて見た。アニメのキャラの、割と覚えるよ。アーロニエロ・アルルエリが言えるぐらいには覚えと。え、チルランいいよな。アリの王も読んどったけど、なんかストーリーが進まんすぎて、なんか、買うの途中でやめてるな。絵が個性的でいいよな。テンスラはなんか俺あんま刺さらんかったっちゃん。そうなのよ。ここは今からリンです。なんかそういう菅田将暉がやってたドラマなかった。学園もののやつ。なんか教室に立てこもるみたいな。今日から俺がリンだぜ。だから今日から俺は。俺だけレベルアップだけ大好き。大好き。俺作者亡くなってマジでどうするっちゃろうと思って、不安で胸が締め付けられる毎日やったっちゃけど、なぜか通常通り運行し始めて逆に震えと。なんで？作者亡くなったのになんで？そうそう。え、そう、作者亡くなったけん、ずっと止まっとったじゃん。ずっと止まっとって、どうするっちゃろうと思ったら、なんか何事もなかったからね、普通に始まったったよ、もう一回。なんで？なんで？と思って。そう。しかも全く同じ絵で。全く同じ絵で。そう。びっくりした。何で？何で？レベルアップして帰ってきたんか。あ、そうなんだ。すごいわ、マジびっくりした。そう、逆に怖かった。うわ、あれ神やったのに。え、俺だけレベルアップだけマジでいいよ。めっちゃ好き。絵が好き。絵のタッチもいいし、フルカラーやけんマジおすすめ。読んでほしいわ。では、極限までにせよ。まあ、確かにそうだ。ストーリーはね、